談中、松本は日本と大きな違いを感じていました。それは保護された犬を引き取り愛犬にしていた飼い主さんの多さ。アメリカ各地でペットの保護活動を訴えるパレードに遭遇。新しい飼い主の手で救われた命。運動の輪は大きく広がっていました。新しい家を必要としていたから保護したのよ。私を保護してって書いてあるでしょ。新しい家と飼い主を探している子なの。ゴールした後、ニューヨークでも松本は多くの保護された犬たちに出会いました。このワンちゃんは どうやって飼われたんですか。ニューヨークにあるシェルターから引き取ったの。家と家族を必要としている犬はたくさんいるわ。ごめんね、遅いですよ。命を救うために引き取ったのさ。この子はあと2週間で処分されるところだったんだ。そうだったんだ。私ができることをしただけだよ。ここでもう何頭もワンちゃんと会ったんですけど、 みんな保護されたワンちゃんでちょっと感動してます。アメリカでは飼われている犬の1割およそ750万匹が一度は保護された犬。その原動力となっているのが民間の動物保護団体の存在です。2人はニューヨークの高級住宅街にある保護団体の一つを訪ねてみることにしました。一体どんなところなんだろう。あれだ、大きいビルだね、すごいね。この動物保護団体が設立されたのは1866年。日本は幕末の頃、支援者からの寄付金だけで運営されており、あの小野洋子さんの名前もありました。あー、いいね、綺麗なとこ、すごいね。あ、広いところにいるんだね、やっぱり大きい子はね。市民からの通報などで行き場のないペットを保護するこの団体、1年間におよそ3000匹が新しい飼い主に引き取られているといいます。スタッフの女性に施設を案内してもらいました。ここではペットたちのために音楽をかけているの。あ、鳴ってる鳴ってる。音のない世界よりリラックスできるんだそうです。あ、そうかそうか、寂しいもんね。あのワンちゃんのお部屋のちっちゃい花は、あれは何ですか。匂いを嗅げるようにしているの。あ、匂いを嗅がせて、怖いもんね。なるほど、そういうことか。200人のスタッフ、そして資金を寄付するサポーターは100万人にも上ります。すごいな。何から何まで日本との違いに驚かされます。ボランティアの一人が散歩へ連れ出そうと入っていきました。しかしカメラが近づいた途端、奥へ逃げてしまいました。この犬は病気のまま放置されているところをアニマルポリスの手で保護されたのだそうです。この子は保護された時、とてもやつれて骨と皮しかないぐらい痩せ細っていました。今度こそ幸せになれるといいね。保護活動はただ引き取り手を待つだけじゃありません。アダプションカー、立ち止まって見ているのは新しい飼い主を待つ保護されたペットたちです。週に 2,3 回ニューヨーク市内を回ってペットの保護をアピールしたり、実際に引き取ってもらっているの。アメリカでは多くの人がペットを保護したい、助けたいと思っているんです。ペットに第二の人生を送らせてあげたいって。保護されたペットを飼うことで一つの尊い命が救える、そんなチャンスが日々の暮らしの中にあるって素晴らしいことですよね。
保護団体のリーダー、アーサーさんに話を聞いてみました。我々は新しい飼い主が見つかるまで動物を処分することはありません。その中でみんなの動物保護の意識を高め、多くの引き取り先を作っていきたいんです。この日も何人もの引き取り希望者が訪れていました。スタッフは気になった犬について健康状態や性格など事細かに説明していきます。この猫は新しい家族が決まりました。引き取ってくれたのはこの親子。一つの命を救うことでこの子に命の尊さを学んでほしいんです。行き場を失ってしまったペットを家族に迎える、そんな環境ができているアメリカ。ペット先進国のもう一つの顔を見た気がします。あら、いい顔。いい顔だね。いい顔。はい、ということでね、さすがペット先進国ということでね、皆さんはいろんな状況が分かっていただけたと思いますけどね、もう幕末の頃にワンちゃんたちの保護センターができてたという。もうできてたってびっくりしませんか。幕末ってだって新選組とかそうですよ。その頃ですよね。坂本龍馬とかです。そういうことですね。子供たちにとってもすごくいいって本当に思いました。こう命の大切さをああやって学べる機会ってなかなかないじゃないですか。だからやっぱいいですよね。日本もああいう風になってくれればいいんですよね。もうさ